みっちゃんです。無事にできてよかった。ちょっと始まる前まで慌ただしく過ごしていましたよ。そうですよ。お元気ですか？お元気ですよ。ありがとう。今日は10月4日金曜日だって。何してた？平日だもんね。私も大学行ってきたよ。こう見えて大学4年生だからね。お疲れ様です。ありがとう。みんなもお疲れ様。へえ。バイト。いやー、友達もアルバイトって言ってた。これから大変だね。お疲れ様でございました。じゃあ、すいません、早速で。前回メンバーからの宿題やりたいと思います。じゃん。やくぼさんへかっこいい声で告白してください。富里より。だそうです。富里ちゃんからの声って何だと思いますか？難しい。あんまりやったことがない分野ですね。服かわいいってきた。ありがとう。嬉しいです。しかも告白だって。ちょっと私にはダブルでハードルが高いですね、これ。じゃあ、します。愛してるぜ。全然声変わってないじゃん。かっこいい声ってなんだろう。ラブ。どうでしょう。ちょっと画面越しだと変わって、ってないように聞こえるかもしれないけど、本当は結構違うよ。っていうことで頼めますか？ああ、ボミオの声。ああ、そうかも、そうかも。ああ、今、ボミオの気持ちでやればよかったのね。かしこまりました。ありがとう。でもこれ告白だから。喜んでよ、みんなもっと。もう、そうそう、配信だからちょっと。あんまりかっこよく聞こえなかったかもしれないですね。申し訳ないですね、それは。はい。宿題でした。じゃあ、続いては、乃木曜日選手権やりたいと思います。今週の競技は、紅葉の秋ということで、もみじを探そうです。ボックスの中に花札がたくさん入っているので、1枚ずつ引いて、もみじが書かれたカードを引き当てます。週の中で最も早く、もみじのカードを引けた人に、素敵なプレゼントが贈られます。というわけで、現在の状況をお伝えしますと、じゃん。そう、私、金曜日で、7枚、8枚、3枚。だって、とみちゃんが、3枚ですから、私は1枚か2枚で引けないと、残念賞というわけなので、頑張りたいと思います。みんなの運を分けてほしいです。ちゃんと、嘘がないように、混ぜます。じゃあ引くよ。頼む！ほい！違うね、これ。これ、もみじ。ないね。これでも桜じゃない？さくちゃんってこと？ありがとう。幸先のいい1枚目でしたね。絶対2枚目で引くんで。絶対引きます。これも違うね。悔しい。でも3枚だったら、まあ同点っていうことで、ちょっと嬉しくない？だから次で行こう。3枚目。じゃん。全然ダメだね。ダメだね、これ。あ、負けちゃったね。あ、いやもうあとは流れ作業だよ、これ。4枚目。あ、また桜じゃない？これ。作者じゃない？ 4 枚目引いたでしょ？ 5。これも違うね。なんか、サクちゃんいっぱい来るけど、そういう運命？それともみんなサクちゃん引いてる？じゃん。あ、来た！これだ！
というわけだから 1,2,3,4,5 6 枚目だね。これ悔しいね。でも運はもうどうしようもないもんね。あ、でもさ、富里ちゃん以外のリディアさんとカイジさんには勝ったよ。だから富ちゃんの運に負けちゃったというわけだ。みっちゃん6枚目じゃん。残念賞でした。富里ちゃんおめでとうございます。しょんぼりってわけ。前さ、なんか私すごく運がないんです、だからこういう 運系も苦手なんですよって言ったら、なんか一発で1位になれたことがありました。だからちょっと今回もそんな感じでいけるかなと思ったんだけどな、残念です。あ、そうですね、だから今週は富里ちゃんが優勝でした。そんなわけでおしゃべりしましょうや。私の今日あった話、くだらないんですけどね、聞いてくれますか。朝準備しようと思って、あの髪の毛を巻こうと思ったんですよ。あの筒状の温かくなるアイロン、コテって言うんですけど、それで、ね、中学3年生ぐらいの時からずっと使っていて、だから何年、中学3年だから3+4?7年ぐらいかな、使っていたんですけれども、ついにそれが壊れちゃったんですよ。落ち込む。結構いいアイロンコテを中学生ながら買ってもらって、まあお姉ちゃんがいたというのもあるんですけど、持ちましたね。だって7年もう使えるってすごくない？めちゃくちゃ。だから壊れちゃってしょんぼりだけど、そんなに使えてすごいなという気持ちでした。そう。でもさ、これが迷うのがさ、ちょっとわかるかわからないんだけど、あのプレート状になっている温かいアイロン、これストレートアイロンって言うんですけれども、そっちの方が結構頻繁に使うのよ。だからストレートアイロンをちょっといいもの使おうとかって思うんだけど、コテってさ3日に1回ぐらいなの、出番的にね。だからどれぐらいのもの買ったらいいのかわからないんだよねっていう、迷います。でも妹が持っているので、今日はそれを借りて無事に負けたというわけなんですね。どうしたものかね。やっぱりわからないよ。みんなごめんね。3日に1回ならいいものか。本当？でも3日に1回よ。ストレートは毎日使うけど、迷いますな。ほんとピンからキリまであるんだよ、こういうのって。そう、迷います。でもやっぱ髪きれいにしたいじゃん。ちょっといいの買おうかなって感じでし、迷ってます。っていうのと、あともう一個話したいことあったな。なんだっけな、忘れちゃった。あ、可愛い服着てますっていうことだ。はい、可愛いです。秋っぽくない？めっちゃ色とかお気に入りなので、よく見ておいてくださいっていうのとさ、あと髪色暗くしましたっていう報告、もうトークとかではみんな見てると思いますけれども、だいぶ暗くなったんですよ。この画面だとあんま分からないかもしれません。かなり今までより暗く染めたんですよ。気づいた？分かってるね。いいね。なんかみんな暗いの似合ってるねってメンバーとか言ってくれます。どうでしょう。これもね、なんかこういう風にしようって思ってたわけではなくて、あの美容師さんにどんな感じにしたいですかって言われて、何でもいいですって言ったら、じゃあこんな感じはどうですかって言ってくれて、気づいたら暗くなってましたね。そうです、何でも良かったですね。そう、でもやっぱ明るい方が似合うなって自分では思っていたんですよ。明るければ明るいほど
嬉しいって思ってたんです。暗い方が似合ってたみたいです、みんなからしたら。ね、そんな感じ。あとはめっちゃ最近、キンキンの話じゃないですけど、前髪の分け目もしれっと変えてますよ。みんな気づいてるのかな、これ。ねえ、今の色似合ってる、ありがとう。でもその染めた当初からしたら、その暗く染めた色が落ちちゃって明るくなっちゃってますよ、ちょっと。だからいつも思うの、なんか「みっちゃん髪染めた？」って1週間に1回ぐらいのペースで聞いてくれるんだけど、多分それ色落ちかな、髪の染めた色って落ちるのよ。そうなの、めっちゃ可愛い、ありがとう、ありがとう、うさぎ似合うよ、ありがとう。 すごい、私だけなのかな、週一で聞かれるの、みっちゃん髪染めた？って色落ちなのよ、ごめんなさい。私めっちゃ落ちるの早いんだよね。です。こんな感じです。あと、おしゃれ関係で言うと、おしゃれ関係 ピアスも開けました。お誕生日周辺に。私さ、まだ21歳の気持ちでいるんですけれども、実は22歳らしい。普通に間違えて21って言っちゃうんだよね。痛かったよ、普通に。みんな、普通に痛かったわ。なんだろう、おしゃれ関係でした。あとは、最近の、これからの話になりますけれども、アンダーライブ始まりますよっていう感じなんですけど、みんな来てくれるんでしょうか。福岡、愛知、大阪、北海道、神奈川。だってたくさん公演させてもらいますよ。来てくれるんですか？あ、来てくれるみたい。ありがとうございます。嬉しいね。頑張るね。ほんとほんと。ほんと頑張る。だってさ、7日だってもうあと3日ってこと？不安です、私は。人数も今回ね、あんまり多くないし、今までのアンダーライブともちょっと違った雰囲気になるので、どういう風にみんなが見てくれるんだろうなっていう風に、心配の気持ちもありつつな感じです。でも頑張ってる、ほんと。毎日、毎日歌って、毎日踊って、自主練なんですけど やってます。ねえ、不安だよ。だから応援してくれたら嬉しいよっていう感じです。全部さ、平日だからさ、ほとんどみんな行けないよっていう方もいたから、ごめんね、本当に。それは気持ちは受け取りました。すごく。ありがとう。ありがとう、ありがとう。です。でもさ、いろんなとこ行けるの嬉しいよね。夏のツアーだと、大阪と名古屋と神宮と3会場だけだったから、アンダラで回れて嬉しいです。ですです。ねえ、来てくれるんだ。本当に嬉しいです、私。ありがとう、ありがとう。何が美味しいかな？美味しいもの食べたいな。でもそう、最近、個人的な話ですよ。ちょっと太ったなって思っているので。食べ過ぎないようにしよう。私の最近のハマり食べ物は、セブンイレブンで売ってる、エビせんです。遠くにめっちゃ送ってるけど。あれ、6枚入りなんですよ。で、めっちゃでっかいのね。あれ、ほんと美味しいから。みんなも食べて。おすすめ。美味しいよね。ありがとう。共感、助かる。あとはね、私めっちゃシリアルが好きです。あれって、
いくらでも食べれると思わない。主食あれでいいぐらい。いや、主食かもともと。好きです。おぬぬめです。うん。あとは、最近のハマりものね。ポケモン GO だね。ポケモンスリープも。すごい、ポケモンで毎日が忙しいです、今私。とっても歩きやすい気候じゃないですか、今。だから、いっぱいお散歩して、ポケモン撮ってます。そう、これはお母さんと妹もやってて、一家で。どっちかって言ったら私は付き合わされてる側なんですけれども、やってますよ。あと、あやちゃん。あやのさんも、めっちゃポケゴやってるから、教えてもらってる。毎日ギフト交換してるあやちゃんと。最近あんまり会えてないんですけれども、ギフト交換だけは欠かさずやってますよ。そう、好きなポケモンは、これがさ、一つには決められないよね。ぬいぐるみを持ってこう日々帯同しているのはパモちゃん好きなんですけど、一番好きなのは内緒にしててなんでちょっとシークレットにしてて、一番好きなポケモンは、あとシンプルにウサギが好きなので、ミミロルとかも好きですし、ニャースもぬいぐるみ最近買いましたね。あらゆるぬいぐるみシリーズっていうのがポケモンありまして、洗えるんですよ、そのぬいぐるみたちって。それめっちゃいいじゃんと思って、あらゆるシリーズ集めてます。そう、多分ね、みんな一番好きなポケモン当てられないと思う。なんかそんなラブリーとか言う子じゃないんですよ。ただ好きなんですよね。そう、ポッチャマ、違う、秘密にする意味は、そんなのはないよ。ないけど秘密にしてる。そうよ。林めっちゃぬいぐるみ洗ってるよ。しょっちゅう洗ってる。なんならお風呂入れたって話めっちゃ聞きます。そう、そんな感じの最近でした。私は、みんなはどうですか。すごい、みんな頑張って当てようとしてくれてる、私の好きなポケモンを。でもないわ、多分出てこないはず。うん。ね。そう、そんな感じですかな。ね、林の誕生日プレゼントって何買ったらいいと思う？私、自分のセンスを信用していないから、ちょっとは、これで、なんだろうな、気使わせちゃって申し訳ないなと思ってんか、あんまり買えないんですけれども。うん。本人に聞いたら、めっちゃタピオカ、飲みたいって言われました。タピオカのギフト券でいい。欲しいんだろう。聞いといて。聞いたか？聞きました。大丈夫です。迷う。そう、林が私の誕生日に、すごく私の好きなものを汲み取った、嬉しいものをくれたので、私もちゃんと、喜んでもらうもの返したいなと思っているんですよ。なんでしょうね。迷います。命はさ、やっぱいっぱい持ってるから、好みもあるだろうから、ちょっと違うかなと思ったり思ったりしています。迷うね。いい案ある。ほんと困る。の夏休みもね、二人で旅行に行きましたよ。その話いつかしたいですね。いや、ラジオとかでは結構してるんだけども。そう、ジャージ考えました。ジャージやっぱりいいと思いますか。そうだよな。でも私のセンスの色とか形だと、なんかちょっと、あ、違うなって思わせちゃった、申し訳ないよなっていう、迷います。
そう。やっぱジャージありだよね。そうなんだよね。あったら着るもんだって。ニハでね。要検討ですな、これ。あとさ、これは全然関係ない話なんですけれども。私8月にお誕生日で、毎年生誕グッズを出してもらうじゃないですか。その生誕 T シャツを、この日のミーグリで着るねって、みんなにお知らせしたんだけど、その日までに手に入らなくて、すごくごめんなさい、だったんですけれども、で、そう、その日はだから、ごめんなさいして、別のお洋服を着たんだけれども、そのミーグリの帰りにもらった。タイミングってなって、切な切なだった。そう。だから、また別の日に来ます。というわけです。そうだからごめんね、着れなくてっていうのと、でも可愛くして着たいなって思ったからいろいろやってるのでお楽しみにってわけ。そうねえ、みんなは着てくれてた、ありがとう、見せてくれて、あれめっちゃ気に入ってるんですけど、生誕 T シャツみんなはどう？なんかちょっとさ、ラブリーすぎるっていうクレームをよくもらいます、生誕 T シャツが。でもしょうがなくない？だって私ピンク色好きだし、ラブリーなのが好きなんだもん。1年に1回ぐらいラブリーなのね、作ってもみんな着てくれるんじゃない？って思ってるんだけど、どうでしょう。いいわよ、ありがとう、優しい、嬉しい、そう、みんな来て 来てくれて嬉しかったです、とってもとっても。へ ねえ、もっとラブリーでいいの、本当に。そうするようじゃ、本当に。だってピンク好きなんだもん、可愛いじゃんっていう感じです。あとはシンプルに毎年すごいデザインで迷うから ね、すごい、今年も直前まで、提出直前まで決まりませんでした。結構あれ、悩んで考えて決めてるんで、喜んでもらいたいです。そんなわけでした。じゃあ、次回のメンバーに宿題出したいと思います。金曜日だからね。来週だね。次回のメンバーはまだ決まっていませんので、誰かに向けて書きまーす。何がいいですか？次回のメンバー。なんか季節っぽいの良くないですか？もう10月だよ、だって。秋っぽいやつなんかありますか？秋。なんだろう 言っといて。難しいね。食べ物系かな。やっぱりそうなるよね。こんな気がする。なんだろう、秋っぽい食べ物 秋っぽい食べ物、何がいいですか？一緒に日本語が下手くそ。焼き芋焼いたことありますか？とかでいいですかね 焼いたことないか、みんな。
蒸したことはあるか。秋に何食べたいって聞こう。何をだ。を食べたいですか。みっちゃより。書いたよ。はい、次回のメンバーさんへ、秋に何を食べたいですか、みっちゃんよりです。でけた。いい質問、とってもいい質問。肩かわいい、ありがとう。そう、このお洋服お気に入り。肩とかお腹とかいつも出しちゃうね。そういう服が好きなんですよね。うん、でも私肩幅がすごい狭いことがすごい悩みなんですよ。これで見ててもさ、わかる？この比率でめっちゃ顔大きく見えるじゃん。まあ大きく見えるじゃなくて大きいよって思う方もいるかもしれないけど、この比率ってやっぱすごいあると思うんですよ、割合。だからもうちょっと肩幅欲しいなっていつも思います。この上半身だけ見た時に特におかしいバランスになっちゃうんですよね、これっていう悩み。そうね、涼しくていいね最近。すごい今あれだね、気まずい友達との会話みたいになっちゃったね、季節の話みたいな。すいません、本当お腹空いてきた。もう7時半だよ。夕飯食べた？みんな。私はこれから帰って炊き込みご飯を食べます。お母さんの。さっき食べました。いいな。今日お昼食べてないんだよね。だからやっとご飯だわね。お鍋いいですね、寒いもんね最近ね。いいじゃん。あとわずか。このわずかな時間って難しいわ。もう終わるけど、みんな言い残したことある？私に言っといて。かわいいよ、ありがとう。分かってるね、分かってるね。アンダラ楽しみです。ありがとう、頑張るよ、楽しみにしてて。うんうん、かわいい、ありがとう。ねえ、みんなもさ、ゼップってやっぱずっと立ってみなきゃいけないから、足腰とかしんどいと思うけど、すごい気持ちわかる、本当にわかるけど、しんどかったら無理せずでね、楽しく見てもらいたいなと思うので、みんなも体調第一で楽しくこの秋も一緒に過ごしてくれると嬉しいです。アンダーライブ頑張ります。そんなわけでおしまいにしたいと思います。今日は見てくれてありがとう。バイビー。